長井運輸株式会社は、群馬県前橋市を中心に、トラックでの運送業を主幹事業とする会社である。同市内で乗り合いバスタクシーを、前橋市と桐生市で貸し切りバス事業も行う。また倉庫業や賃貸マンション業も営む。長井運輸の始まりは1953年に、一般区域貨物自動車運送事業の免許を取得し、翌年に、 長い運送店を開業したのが始まりである。トラック部門は、原形や規模多く前橋にかつてあった、大発車体の部品輸送や完成車輸送を行い、高度経済成長とともに規模を拡大させた。その後同工場は移転したもののキャリアカーの数は、市内随一である。それと、並行し1962年に、タクシー業、1970年に、 貸し切りバス事業に参入し1993年に廃止代替バスに参入する。廃止代替バスはかつて東部バスや群馬バスが運行し撤退したバス路線を引き継ぎ代替バス運行を行うもので前橋市が入札により参入事業者を公募したものである。なお2006年10月の法改正により一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可形態に移行した。 車体への表記も貸切から乗り合いに変更されている。長い運輸のバスは、いわゆる観光バスである上州観光バスと路線バスを運行している長いバスに対別される。車両数は、前橋営業所に路線車23台、貸切り4台、桐生営業所に貸切り17台。回数券については、群馬県内の共通バスカードである、群、ネットが使用できる。 バス車庫は前橋市南町の本社近隣にあったが2006年に前橋市場悟里町に移転した。なおこの場所は同社の倉庫業の拠点の一つであった。予備自衛官や即応予備自衛官を積極的に雇用し2016年度には防衛省より予備自衛官等協力事業所表示制度の協力事業所に認定され2018年度には 防衛大臣認定協力事業所となった。閉鎖した事業所関連会社、石関町学園中央線を除き、すべて前橋市と玉村町の委託を受けて運行する。かつて、東武バスが前橋公園にの宮で運営していた路線。長い運輸に移管後、東大室まで延伸された。運賃は、町内100円均一、高崎、伊勢崎直行便は200円。 12月29日から1月3日は運休する。長い運輸のバス車両は、日野自動車、伊須津自動車、日産ディーゼル工業、三菱不走から導入されている。中型車、小型車が中心で、中型車は、伊須津ジャーニー系などが導入されている。ノンステップ車両の導入にも、積極的で、ノンステップバス比率は2006年現在31%オーバーで、県内トップ。 カラーリングは白地に明るい緑と水色のストライプとなっている。長い運輸のタクシーは長いタクシーとカタカナ表記されている。タクシーに関してはトヨタ以外の車両はない。予備自衛官等協力事業所表示制度。防衛省。2019年8月24日閲覧。群馬地方協力本部管内予備自衛官等協力事業所。防衛省。 2019年8月24日閲覧。大臣認定協力事業所の紹介。防衛省。2019年8月24日閲覧。ABC 私からのメッセージ 62P2003 年。発行者。長井常松参照通称。トラック団地 AB。乗り合いタクシーたまりん。玉村町。2019年2月22日閲覧。 AB 玉村町での故障は乗り合いたくしーだが路線バス部門が担当している。生産済み他社へ売却。ありがとうございます。